は、どこにでもいるな。でも君の落とし方は分かったんだよ。もう今までのようにはいかんよ。電気でいっか。リーバルトルネードが使えないと全然ダメだね。もう怒った。落とす落とす。来い来いよ来いよ来いや来いよ。ほらよし。ああ、落ちちゃった。どうやって上がったっけ。あれか。非常に分かった。あれは伸びてる状態じゃないとかませられないんだね。カットでってビタロックだと時間が全然足らんな。でも分かっちゃったぞ。いや分からんな。一応ね、逆回転なら止めれる。止めれるっていうか、これでやってこれで回転変えればとりあえずこいつは持ち上がるはず。ほらほらって自分が乗ってないってことじゃん。そういうことだよね。 OK 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 OK。
なんで、ここだ。ここで、ビタ。OK、冴えてきた、冴えてきたよ。ちゃんとこれ全部使うんだね。アイスメーカーも。さすが集大成。で、どうすんの？何をせよと言うんだい？引き上げて押してみるか。難しいかな。さてさて、何をさせるつもりなんだろう。三つ滝がある、宝箱がある。パイプがあって、ここも水が出てくる。こいつが反応する。なんかね、ハンマーっぽいんだよな、これ。ハンマーで殴れと言っている気がする。形的にも。あ、だから石打ちがあったんか。おりゃ。さあ、何が起こるか。止まった。止まったけど、それが何なのっていう。ゾーラの槍は持ってるっていうか、そんなしょぼいアイテムあるの？ああ、そうか。あれの材料か、全部。ゆかりのアイテム。持ってた方がいいか。まあ、持ってなくてもいいよね。はい、これがどうなの。
げえ。よう考えるね、こんなの。で、戻れるか？自分が飛んで行きたいの。普通に行けばいいか。あれ？ここだな。お、よし。完成。えげつないボスが出てくるんじゃない？次のガーデンはどんなやつかだよ。普通に歩行型が出てくるのかな。何が来てもいいように。おりゃおりゃ。あ、ガーデンいないわ。じゃあ行きまーす。あれ？ああ、これか。